やっぱり私のこと気づいて。立花、俺と来い。どこまでも連れて行ってやる。さあ、今回はジャック・ジャンヌ物語中にですね、何度も田中右中尉から俺と来いと手を差し伸べられるわけですが、今回はその最後のお誘いに乗ってみようかなと思います。おそらくですね、これがこの物語のバッドエンドになると思います。私は私アンバーで田中右先輩のアルジャンヌに音楽がアンバーの音楽になったぞ。小さい頃のお芝居、キサの声が月兄が見せてくれたきらびやかな世界。あ、キサの声が冷たくなった。なんでだろう。それが今すべて色あせて見える。私の世界は、あ、どんどん背景が色あせていってる。私の世界の色は、色の光が見える。田中右先輩だ。どんどん暗くなってる。なんか田中右しか見えなくなってる。田中右先輩が私を見ている。私に手を差し出している。どうなってしまうんだろう。怖い、怖いのに私は。あ、やばい。めっちゃ怖いんだけど。色の世界を望んでしまっている。それでいい。共に俺のアルジャンヌ。ついに真っ暗になっちゃった。もう田中右しか見えないよ。うわ、怖っ。ちょっと待って。ええ、ええ、うわうわうわ、ちょっと待って、怖い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 。音がやばい、音が。びっくりした。私は田中美希先輩の手を取った。その後クォーツからアンバーに転化し、滝姫として舞台に立った。ジャックエース、田中美希中尉、アルジャンヌ、立花、キサ、アンバーの割れしなりはかつてない大喝采を浴びて、田中右中尉と私の名前は大きく取り上げられた。アンバーに二人の天才ありと。なぜあそこまで自分が衝動的に動いてしまったのか、今となってはわからない。ここから先、クォーツのこと、ユニベールで会ったことは言わない。辛くなるだけだから。今となってはその思い出さえも色あせて感じる。でも大丈夫、私の隣にはあの人がいる。琥珀色の瞳の私のパートナーが。そうですよね、獣医さん。嘘だろう。嘘だろう。キサがもうなんか冷たくなっちゃったよ。途中から世界が色あせていく前からもう急に取り憑かれたように声のトーンがさ、びっくりした。俺もうなんかあのステータスがさ、ジャギン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 って言ってさ、
全部カンストしちゃってさ、レベルマックスに。すべてのステータスが、田中右の力によって、悲しくなるだけだから語らないって言ってたね。そっか。これ、スイ先生が配信で書いてたスチルだったね。皆さん、これがジャック・ジャンヌのバッドエンドですよ。どうでしたか？僕は怖かったです。下手なホラー映画より怖かったです。普通に。びっくりしました。ステータスが強制的に上げられるあの音。いや、怖かったね。全部一気に上がっていく。もう、抗えなかったね、俺は。いやー、怖かった。